はい、皆様こんばんは。本日もやってまいりました水曜チャージオ作戦のお時間でございます。この番組は宜野湾シティ FM81.8 メガヘルツをお送りしておりますほかに、リッスンラジオではスマートフォンや PC から日本全国で聞くことができます。この番組は、私コギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくするための方法を皆様と共に考えていく番組でございます。さて、今年も明けてですね、まあ、半月が経ったわけなんですけども、まあ、年が明けて以降はですね、ちょっとカラッと晴れる日が非常に少ないなというふうに思っております。まあ、その分降水量も多くてですね、まあ、水の心配はないんですけども、まあ、なかなか晴れてきが少ないということで、まあ、布団も干せないっていうところがあったり、あと、まあ、農作物もですね、まあ、この長雨で、不作にならないかどうか、まあ、心配されるところではあります。まあ、そんな中、まあ、玉城デニー知事はですね、辺野古の埋め立てをめぐる県民投票について非常に躍起になっているようです。この辺野古の埋め立てをめぐる県民投票につきましては、まあ、来たる2月24日に投開票が行われる予定になっておりますが、すでにこの宜野湾市をはじめ、沖縄市とあと宮古島市、石垣市などで、まあ、投票を行わないという決議がなされました。まあ、この4市だけでもですね、有権者数の沖縄県内の有権者数の3割以上を占めるということで、まあ、果たしてこの3割以上がですね、まあ、投票できないという中で県民投票をやる意味があるのかということが問われているんですけども、まあ、それでも玉城デニー知事はですね、まあ、この県民投票は予定通り実施するというふうに息巻いております。まあ、この番組収録しております、まあ、1月12日の昼過ぎの時点ではですね、まあ、新聞記事などによりますと、まあ、玉城デニー知事はそのような強気の姿勢をとっております。ではその一方でですね、この県民投票に、まあ、うつつを抜かしている場合ではないということもですね、まあ、起きているわけです。まあ、玉城知事はですね、このことについては、まあ、何も一言も触れてはいないんですけども、まあ、果たしてこれでいいのかというニュースがありましたので、まあ、これを紹介いたします。まあ、こちら1月9日付のですね、まあ、琉球新報の電子版に載っていた記事から紹介いたします。見出しがガソリンがない、製品を運べない、島民の生活に打撃、沖縄波照間島で旅客船が運休、モーター故障で10日余りというふうにあります。では記事の中身を読みます。石垣島と竹富町波照間島を運航する旅客船フェリー波照間が、まあ、故障し、先月28日から運休している。運航する安永観光は、11日で臨時便を運航する予定だが、島の輸送の中心的役割を担っているだけに、燃料や生活物資の入荷が滞るなど、影響は多方面に広がっている。特に最盛期を迎えるサトウキビの製糖業の関係者は頭を抱える。島民は早期再開を望む声が上がっている。石垣島と波照間を結ぶ船は毎日運航している旅客船のほか、貨客船の波照間が週3、4回運航している。物資の輸送は旅客船でも行っているが数は限られており、波照間が主に行っている。波照間は製造から30年が経過し老朽化が進む。安永観光によると、先月27日舵を稼働させる油圧モーターが故障したという。修理に必要な部品の到着は最短でも今月13日。運航再開は部品の取り替え後で、安永観光は運航再開日は未定としている。運休から12日、影響が広がり始めている。宅配の遅れが生じているほか、島で唯一の製油所である波照間石油販売所は、8日午前にはガソリンの在庫がなくなり、販売を停止した。担当者は、灯油もほぼない状況だ。軽油は在庫があるが、製糖機のため運休が長引けばどうなるかと危惧する。島の基幹産業である製糖では、貨客船の運休で、島外へ、製品出荷が順調に進んでおらず、製糖の保管庫が埋まった場合は、まあ、工場の操業を停止せざるを得ない状態に陥るという。波照間製糖工場の、まあ、金誠也所長は、来週まで事態が続けば工場を停止しないといけなくなるだろう。そうなると農家の手も止まるが、従業員の賃金は発生するので影響は大きいと強調する。生活航路として一日も早く再開してほしいし、まあ、老朽化でこのようなことが起こらないよう船の更新を急いでほしいと訴えた。これに対して安永観光の
平安名博文執行役員統括部長は非常に申し訳なく思っている。11日の臨時便では最優先でガソリン類を輸送したい。唯一の生活路線との認識はあるので、1日も早く正常化できるように作業を進めたいというふうに言っているというふうに記事がありました。まあ、私、波照間島、8年前に行ったわけなんですけども、まあ、波照間島にはこの記事の中にあったように、1日3往復、旅客船が運航しております他に、物資を運ぶ貨物船がですね、まあ、1週間のうちに数回、まあ、運航されておりまして、まあ、これが、波照間島へですね、まあ、物資を運ぶ肝となっております。で、その船がですね、故障してしまったということで、まあ、その故障して、船が動けない状態が、まあ、十何日以上も続いてしまっているということで、まあ、波照間島では、まあ、日常生活に支障が出ているという、まあ、そういった非常に深刻な記事になっておりました。まあ、この番組、収録しておりますのは1月12日の昼過ぎなんですけども、まあ、その時点で入っている最新の情報で言いますと、まあ、沖縄タイムスの電子版に14日ぶりにガソリン届く、沖縄の離島を結ぶ海洋船運航再開へというような記事が出ております。記事の中身を読みます。竹内町波照間島と市川基地を結ぶ海洋船フェリー波照間が昨年末から故障して運休している問題で、運営する安永観光は11日、大船パイカジを臨時運航した。在庫切れで販売停止していたガソリンなど燃油約1万リットルを2週間ぶりに輸送した。一方、波照間は部品交換が予定より部品が予定より早く到着し、同日中に修理を終えた。早ければ12日も運航を再開するという記事になっております。まあ、この記事によりますと、まあ、早ければ12日も運航を再開するということでですね、まあ、この放送が流れている頃には、まあ、通常通り、まあ、波照間を使って、波照間島へ、物資を運ぶということがですね、まあ、再開されているというふうに思うんですけども、ただ、まあ、今回のようにですね、まあ、10日以上も物資を運べない状態になってしまった。離島である波照間島へ10日以上も物資を運べなくなってしまったということでですね、まあ、これは今回の問題につきましては、まあ、県も教訓にしていかなければならないのではないでしょうか。まあ、特に玉城デニー知事、まあ、冒頭で申し上げましたように、まあ、この件については、まあ、一言も触れておりません。まあ、今、この番組を収録している1月12日の昼過ぎではですね、昼過ぎの時点では、まあ、この波照間島への物資輸送が滞った問題につきまして、一言も言及しておりません。まあ、これはですね、非常に重要な、非常に深刻な問題だなというふうに思います。まあ、離島振興はですね、まあ、県の、まあ、政策の最重要課題の一つであるとは思うんですけども、まあ、こういった重要課題に対して、まあ、何ら取り組みをしていない玉城デニー知事。まあ、就任から、まあ、3ヶ月以上経った時点でですね、まあ、これだけいろいろとですね、問題が起きてくるようでは、まあ、私はこの玉城デニー知事の今後にはですね、まあ、一切期待できないなというふうに思っております。まあ、この件につきましては、知事が、この波照間、加賀線の波照間の故障の情報を得た時点で、まあ、すぐに、まあ、迅速に行動を取らなければならなかったのではないでしょうか。例えば、まあ、他県の貨客船業者にですね、まあ、臨時便を出せるように要請したりですとか、まあ、県内の他の貨客船業者にもですね、まあ、打診する。まあ、それでも、まあ、船が出せないっていうのであればですね、まあ、自衛隊の船、ですとか、まあ、あと海上保安庁にですね、まあ、船を出せないかどうか、物資を運べないかどうかですね、まあ、打診するっていう、そういったことが必要になるかと思うんですけども、まあ、それすらも行っていない状況を見ますと、やはり、まあ、この玉城デニー知事は、反基地ファースト。すなわち、まあ、反基地運動以外のことはですね、まあ、ほとんどノータッチという、まるで、尾長前知事の政策を、まあ、踏襲するかのような、そういった状況になってしまっているのではないでしょうか。まあ、玉城デニー知事。まあ、当選して少々ですね、まあ、辺野古の違法テントにですね、まあ、当選の お礼を述べに行ったということなんですけども、まあ、今回の波照間の問題につきまして、一言も触れずに、まあ、県民投票、辺野古の埋め立ての是非を問う県民投票に躍起になってしまっている。しかもこの県民投票につきましてはですね、まあ、特に法的拘束力もありません。まあ、辺野古の埋め立てに対しまして、まあ、反対の票が多かったとしても、埋め立ては、まあ、粛々と進められることになっております。まあ、そういった法的な根拠もない県民投票に、まあ、県民投票をやるかどうかに移すを抜かす一方で、まあ、こういった離島の振興には、
何にも手を打たない、まあ、そういった状況になってしまいますと、まあ、波照間の島民、波照間島の人口約520名ほどなんですけども、その520名ほどが生活に困ってしまう。ただ、方が520名ほどといってですね、切り捨てるのかというようなですね、まあ、感情が波照間島民の間に生まれても何ら不思議ではないかなというふうに思います。まあ、このようなですね、ことは本当にですね、今後一切、勘弁してほしいなというふうに思います。まあ、離島といってもですね、沖縄県では本当に数多くの離島を抱えておりますので、まあ、離島政策は先ほど申しましたように、勝備の急、まあ、重要事項の一つでありますので、まあ、基地問題よりも、まあ、離島振興を急いでほしいなというふうに思います。まあ、それでは、まあ、後半に入る前に一曲流したいなというふうに思います。ザ・ブルーハーツのナンバーからお送りいたします。情熱のバラ。はい、番組の後半もですね、まあ、波照間島のお話をしたいと思うんですけども、まあ、今度はですね、ちょっと趣向を変えまして、まあ、私が波照間島に行ってきた時のエピソードをですね、まあ、いくつか紹介したいなというふうに思います。先ほど申し上げましたように、まあ、私が波照間島に行ったのは、8年前の、まあ、ちょうど今ぐらいの時期のことでした。まあ、1月ということでですね、まあ、非常に波照間島近辺の海はしけることが多くて、まあ、実は私、まあ、土日を使って波照間島に行って、まあ、土曜日は波照間島1日観光して、それから土曜日の夜石垣に泊まって、その次の日曜日は石垣島を観光して、それから沖縄本島に帰るという予定を組んでいたんですけども、まあ、この当時浦添市に住んでいて、まあ、浦添から那覇空港に行って、それから那覇空港からまず石垣島行きのですね、まあ、飛行機に乗りました。で、石垣島から、まあ、フェリー旅客船、安縁観光の旅客船に乗って、まあ、波照間に入る予定だったんですけども、まあ、このフェリーは、まあ、8時50分発のフェリーを予約しておりました。ところが、まあ、飛行機、石垣島についてですね、飛行機を降りて、で、携帯電話の電源を入れてみると、一通のメールが届いておりました。それの安永観光からだったんですけども、まあ、予約していた便が、まあ、欠航になった、しけで欠航になったというですね、まあ、知らせが入りました。で、せっかく来たのに、まあ、波照間島に行けないのをですね、ちょっとまあ、がっかりしたわけなんですけども、でもちょっとまあ、諦めるのはまだ早いなということで、まあ、石垣島に着いた後、まあ、すぐに、まあ、石垣島の船のターミナル、漁船ターミナルに行きました。で、そこで、安永観光のカウンターに伺いましたところ、まあ、朝一の便は欠航になってしまったんですけども、昼前の便だったら、まだ、わからない。出せるかどうかわからないというようなことでしたので、まあ、結局、昼の前の便をですね、使うことにいたしました。で、昼前の便は無事、波照間島までですね、運航いたしまして、だいたい、石垣島から波照間島までは、フェリーで1時間ほどになります。まあ、1時間ほどかけて、波照間島に着きまして、で、波照間に着いた後、まあ、フェリーから降りますと、まあ、レンタサイクル、まあ、自転車のですね、リサイクル屋さん、自転車をですね、貸してくださる、まあ、会社の人が、待っておりました。まあ、そこでですね、まあ、そのレンタサイクルの会社の人が、まあ、石垣、波照間島のですね、港でですね、待っていて、そこで、レンタサイクルを利用したい人をですね、募るという、そういった流れになっていたんですけども、まあ、波照間島、まあ、レンタカー屋さんは、まあ、ほとんどないので、まあ、私はそのレンタサイクル屋でですね、まあ、自転車を借りて、波照間島をですね、まあ、自転車でずっと回ってき、ました。まあ、波照間と言いますのは、まあ、非常に小さな島で、日本最南端の島になります。まあ、波照間には、日本最南端の日ですとか、まあ、あと、まあ、十字星。まあ、私、ちょっと夜行ってなかったので、夜は見られなかったんですけども、まあ、星が、十字星、南十字星が綺麗に見えるという、そういった名所もございます。まあ、そういったところをですね、自転車で、まあ、ぐるぐる回って、で、夕方の、フェリーの便で、まあ、石垣島に戻りました。ですので、波照間島に、滞在したのは、正味、3時間足らずではあったんですけども、大体それぐらいの時間があればですね、波照間島島内のほとんどを、まあ、自転車で、巡ることができます。まあ、波照間島、車もあんまり通ってなくてですね、非常に、サイクリングには、非常、まあ、気持ちいい、環境ではないかなというふうに思います。まあ、夏の暑い時期になりますと、ちょっと話は別になってしまうかもしれませんけども、まあ、今みたいにそんな暑くはない時期に、波照間島島内をですね、まあ、サイクリングするというのは非常にいいこと、いい経験だったなというふうに思います。
まあ、その当日あの雨も降ってなくて、まあ、カラッと晴れるっていうところまではいかなかったんですけども、まあ、曇り空が広がっていた中でもですね、まあ、雨が降ってなかったっていうこともあって、しかも気温もそんな自転車を漕いでもそんな汗ばむことではないっていうこともあって、まあ、非常に気持ちよかった経験があります。まあ、波照間島ではですね、物資を先ほど船で運んでいるっていうふうに言いましたけれども、まあ、私がその乗船したフェリーにもですね、まあ、いくつか物資が詰められておりました。まあ、食料品であったり、あと生活雑貨であったり、まあ、そういったものがですね、積まれておりました。あの、灯油等はですね、まあ、灯油ですとか石油類はですね、まあ、その旅客船に積まず、先ほどの記事で紹介しましたように、まあ、客船で運んでおりますので、まあ、その船には乗っておりませんでした。まあ、フェリーで運ぶということで、フェリーで物資を供給されてということでですね、やはり到着が、フェリーが欠航してしまいますと、まあ、物資の到着が遅れるということでですね、波照間島の生活もなかなか大変だなというような、そういった感想を抱いた覚えがあります。まあ、波照間島、まあ、特に私があの波照間島で気に入ったのは、日本最西端の日でございました。日本最西端の日の隣にですね、なんとあの日の丸もの日も掲げられておりまして、まあ、そこから見渡せる海はですね、非常に絶景でした。まあ、曇っていた中ではあったのですね、中だったので、まあ、海の色はあの青のいう海ではなかったんですけども、まあ、それでもまあ非常にまあ海を眺めながら落ち着いた心になったという記憶がございます。まあ、波照間島、まあ、主要産業は製糖業、まあ、サトウキビの生産、栽培であったんですけども、まあ、レンタサイクルでサイクリングしている中でもですね、まあ、何度かサトウキビを積んだトラックとすれ違ったということがあります。で、波照間島のあの、レンタサイクル屋さんなんですけども、まあ、女性の従業員が送り迎えをしてくれました。まあ、波照間島の港と、それからレンタサイクルの会社の間をですね、まあ、車に乗せていただいたんですけども、まあ、その助手席にはですね、その女性のお子さんと思われる、まあ、小学生ぐらいの子が乗っていて、まあ、いろんなお手伝いをしていたようでした。その手伝いしていた子供もですね、まあ、私と別れる際には、まあ、ありがとうございましたというふうにきちんと礼を言ってくれてですね、非常にしつけが行き届いた子供だなというふうに思いました。やっぱりちょっと田舎の子供っていうのはですね、まあ、都会の子供に比べてしつけが行き届いているなという、そういった、まあ、覚えも、そういったことをですね、感じた覚えもあります。まあ、波照間島、先ほど私1月に行ったというふうに申し上げましたけれども、やはりちょっと1、2月はですね、まあ海のしけ、波照間島近海のしけもありまして、まあ、欠航になってしまう、旅客船が欠航になってしまうというケースが少なからずあるようです。で、安永観光では、まあ、このフェリーの運航状況につきまして、ホームページ上で、まあ、運航するのか欠航するのかをですね、まあ、表示させておりますので、まあ、ぜひ、波照間島に行かれる際に、まあ、安永空港の、旅客船を使われる際には、まあ、波照間観光のホームページをチェックしながら、まあ、旅行されるのが一番いいかなというふうに思います。まあ、波照間島、飛行機、波照間島空港はあるんですけども、まあ、現在、飛行機は飛んでおりませんので、まあ、波照間島に行く際には、まず石垣島まで、飛行機で行って、石垣島からフェリーで波照間島に行くというのが一般的となっております。で、先ほどのしけの話なんですけども、まあ、しけは大体夏頃ですと少なくなるようです。7月から9月の夏の時期は、まあ、1、2月に比べて、まあ、海のしけの時期、海がしけることが少なくなりますので、もし、海のしけによって、まあ、計画が変更されるのが嫌だ、計画が変更されないようにすることが最優先ということはですね、7月から9月までの間がですね、一番おすすめかなというふうに思います。いや、そうではなくて、まあ、暑い時期はちょっとあれだから、まあ、なるべく涼しい時期に、波照間に行きたい。まあ、波照間島、私がレンタサイクルで、まあ、自転車で一周したように、まあ、ゆっくりと波照間島を、まあ、自転車で回りたいという方はですね、まあ、1、2月、まあ、ちょっと湿気は多いので、それからちょっとずれた、まあ、3月、4月ぐらいが一番いいかなというふうに思います。まあ、3月、4月になりますとですね、日によっては、気温が、まあ、25度以上の夏日になってしまうことがあるんですけども、まあ、それでも、波照間島、天気のいい日にはですね、特に天気のいい日には、まあ、波照間島を、まあ、自転車で一周するというのはですね、まあ、非常にいいことだなというふうに思います。で、波照間島、まあ、レンタカー屋さんが非常に少ないので、まあ、レンタカーを当てにするよりは、まあ、レンタサイクルを使うといいかなというふうに思います。
その方が、まあ、旅行の計画も崩れなくて、まあ、変更も生じなくていいのではないかなというふうに思います。まあ、今回は波照間島についていろいろお話ししましたけども、やはり繰り返して前半に申し上げましたように、玉城知事はもっと離島に気を配って離島振興を進めなければならないのではないでしょうか。もう本当に前回に述べたことの繰り返しになってしまって申し訳ないんですけども、県民投票、有効性のない県民投票、税金の無駄遣いになってしまうだけの県民投票に移そうを抜かしてしまうよりは、波照間島ですとか、あと与那国島といった、そういった離島にもっともっと、離島の振興にもっともっと力を入れる。波照間島や、与那国島といった離島に暮らしている方が本当に安心して生活していけるような環境づくり、そういったことに邁進してもらいたいなというふうに思うんですけども、ただ今までの玉城デニー知事、3ヶ月間の玉城デニー知事を見ると、ちょっと心もとないなというふうに思います。それが、変わってくれることを心から願っております。それでは早いもので、今週も時間になりました。来週も水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。